アバターを撮れるっていう。すごい YouTuber みたい。来ましたプリクラの進化版みたいな感じで。あ、本当すごい。すっごいそっくりですね。こんにちは。はい、竹内月音です。よろしくお願いします。はい、高校2年生16歳の天野ひきです。きーちゃんって呼んでください。こんにちは、七瀬レイです。この中でちょっと一番年上ということで、ちょっとしっかり頑張っていきたいのと、あと、まあ、2人ともね、ゲーム好きみたいなので、一緒にゲームの話とかして、仲良くなれたなって思います。はい、じゃあ今日なんですけれども、はい、自分のアバターを撮れるんですよ。おー、アバター。楽しそう。楽しそう。ちょっとすごいのが撮れるんで、ぜひぜひ、頑張ってみましょうか。はい、はい、あ、それ。いつも同じスタジオだから違うところに行くのすごい楽しい。楽しみ。どんなゲームが好きですか？私割とスマホゲームしか。親コードとか。あ、銃のやつだ。そうです、そうです。なるほどなるほど。何してます？親コードもやってた。つきちゃんは？私はエーペックスとか、おー、マインクラフトとか。結構ガチガチですね。ガチガチ。あとアモンガスとかめっちゃ好きで。めっちゃ好きです。一緒にやろう。え、やりたい、やりたい。すごい YouTuber みたい、これを。絶対腕疲れますよね。ちょっと疲れてきた。めっちゃ申し訳ない。でも楽しい、 YouTuber。 はい、じゃあ、このポケット RD につきましたので、はい、はい、中に入ってみましょう。はい、失礼します。着いた。着きました。ポケット RD さんに到着しました。よろしくお願いします。お願いします。ポケット RD です。お願いします。今のこと今日はいらっしゃいませ。ポケット RD っていう会社になりまして、これからの皆さんに体験してもらうこととかもあるんですけれども、どんな会社かっていうと、まあ、3D っていう技術を使って CG 技術であるとか、まあ、XR 技術って呼ばれているものを使って、いろんなコミュニケーションをもっともっと感情を表現することとかを豊かにすることができたらいいなみたいなことを考えながらテクノロジーを開発しています。すごい。今日皆さんに体験いただくアバタリウムっていうサービスの説明を簡単にさせていただくと、まあ、3D スキャンと言われる技術で人の体を一瞬で撮影して 3D 化して、で、お持ちのスマホのアプリの中に自分の撮ったアバターがすぐにダウンロードされて、すごい、はい、で、そのアバターをさらにプリクラみたいにこうお化粧させたりとか、目を大きくさせたりとか、嬉しい。ダンスが踊れたりとか、すごい、そういう風にできるサービスを作っています。で、まあ、アバターっていうのは仮想空間、仮想現実の中で自分を表現する、まあ、自分のアイコンというか自分の分身であると思っているので、まあ、なりたい自分を実現できるように、まあ、どんな自分が可愛いとかかっこいいっていうのは、まあ、人それぞれだと思うので、まあ、その人が、まあ、かわいいとかかっこいいとか素敵だなって思えるようなアバターを作れるような、まあ、カスタマイズの機能とかも充実させていく予定です。かわいい。で、これはちょっと顔写真1枚から作るアバターなんですけれども、はい、まあ、上が私で下がカズキなんですけれども、なんかちょっとこうかわいらしいアバターを作っています。すごい。かわいい。撮ったアバターで、これはクラフトピアというゲームなんですけれども、あ、すごい。おお、すごい。で、自分でゲームの中に入るって遊ぶってなると、またちょっと違う楽しみがあるかなと思うので、うん、まあ、こういった体験もできます。めっちゃ楽しそう。うん、これは格闘ゲームですね。うん、まあ、こう自分の姿で、はい、戦うことができたりとか、すごい。というサービスなので、まずは皆さんのアバターをこれがこの後作らせてもらえたらなと思います。嬉しい。お願いします。じゃあ、誰から撮影しますか？
どうする？どうしよう。どうしよう。じゃんけんとか。じゃんけんにします？じゃ勝った勝った人からにします？はい。最初グー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。あ、負けちゃった。やったー。一番です。三番で、はい、では撮影してみましょう。お願いします。お願いします。あなたで、イエイ、かわいい。一人ぼっちを楽しみます。リップを塗って可愛くして撮ってもらおうかなと思います。いやちょっと2人とも可愛すぎて緊張してちゃんと喋れない。目を見て喋れないから小声で。よし、それではまず私が一番手なので行っていきたいと思います。行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張ってね。イエイ。行ってらっしゃい。頑張ってね。行ってらっしゃい。絶対月ちゃんのアバターとか可愛い。可愛い。絶対可愛い。ちっちゃいかも。ミニサイズ。ミニサイズ。行きました月ちゃんが。月ちゃんが行きました。楽しみですね。楽しみです。どんぐらいで撮り終わるんだろう。そうなの、いろいろね。あ、おぉ。適当に食べて食べ出していただいて。食べ出して。難しい。食べるって何ですか。喋る。あ、伝わらないんですか、食べる。食べる、知らなかったです。どういう意味ですか。ダラダラ喋るみたいな。おぉ、ダラダラ喋る。ダラ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 喋るだけして食べる。なんかカメラあるとめっちゃ近づいちゃうんですよね。ドアップ、ドアップ、どうぞ一人で。怖い。誰も喜ばない。これが、こちらが兄弟になります。初めて見た。すごいなんかプリクラ機みたいな感じ。すごい楽しみ。それでは中に行っていきたいと思います。おお、え、すごい明るい。すごい。撮影時の視線をチェック。はい。3回撮影。テレビモデルを選択。正しい姿勢の作り方。撮影ブースの気をつけ。はい。足を床のマークまで開き、背筋を伸ばします。軽く手を握り、腕をまっすぐに伸ばします。少し開く。はい。はい。まっすぐ正面を見ます。顎を引き、おでこを正面に向けるように意識しましょう。その際に、顎の引きすぎに注意してください。はい。目線は自然に前を見るようにします。体は前後に反らないようにリラックスしてまっすぐ立ってください。はい。緊張する。撮影方法について。撮影は何回行い、各撮影は30秒以内です。はい。コメント何かな。今日は3時ぐらいまで多分撮影なので。そうなんですよ。お弁当を食べます。ちなみに今は9時ぐらいです。9時ぐらいです。9時過ぎぐらい。お弁当をこれから。あ、まだか。まだだ。え、でも楽しみよ、お弁当。一番楽しみにしてる、お弁当。ね、お弁当一番楽しみにしてるかもしれない。最初ちょっと上見ちゃった。撮れてるかな。目つぶってないか。そうですね、大丈夫。つぶってないですね。じゃあこれ3番がいいかもしれない。じゃあ3番にします。すっごいそっくりですね、これ。楽しみ。それではみんなの方に報告しに行きたいと思います。
ありがとうございました。楽しかったです。ただいま。おお、え、おかえり。帰ってきた。楽しかった。楽しかった。楽しかった。なんかすごい全身取られる。すごい。プリクラ機みたいな部屋に入って、おなんかカメラが全部についてる、なんかちっちゃいこんな制作の長いカメラがこうポポポポってついてる、そうそうそう、おすごい、わーすごい緊張してきた、はい、ありがとうございます、足を、あ、気をつけて。背筋を伸ばします。すぐ伸ばします。前髪かからないように。あ、来た。すごい。え、すごい。ちょっと待って、笑ってダメだよ、これ。すごい、マスク似合ってます。あ、マスクをキイちゃんに借りました。あります。全然全然。そうなんですよ。よいしょ。よいしょ。すごい楽しみ。前髪もあります。使います？ありがとうございます。ドライブの時の前髪が。おお。メモリーカードに空きがありません。終わりました、はい、すごい、なんかプリクラみたい楽しかったです、え、すごいアプリでちょっと自分がどんな感じになるのかめっちゃ緊張する、まことにピンマイクつけてるの、あ、ほんとだこれついた、終わりました、撮影ちょっと後でどんな感じになったかちゃんと見たいと思いますすごいありがとうございます、ありがとうございました、お疲れ様です、終わりまーす、おかえりなさい、すごいなんかプリクラみたいな、ねえ、いいなー、楽しみだ、じゃあちょっと最後です。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張って。頑張ります。行ってらっしゃい。あ、助かった。えじゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。よろしくお願いします。はい、お願いします。その緑色のボタンを押してもらって、はい、失礼します、めっちゃ楽しみ、すごいマジでプリクラみたい、すごいすごい、このボタンを押して開始、姿勢、あ、すごいウルトラマンみたいなポーズをするんですねお、はい、正面撮影を始める、おお、すごい1回目の撮影、お、あ、目つぶっちゃったかも、何やってるかな、え、何やってますか、え、なんだろう、あつ森とかあ
集まりは買ったんだけど、あのキャンプのとこで終わってる。まだキャンプ、まだどこだそれ、一番最初まだテント、家が1日目とかだよね多分。2日目とか2日目2日目でまだテントなんでやめちゃったんだ。いやなんか私戦い系好きで、戦い系なんかゆるふわしすぎて、なんか枯れない、満足できないって、そう戦いめっちゃ怖い、こんな可愛い感じなのに、ちょっとなんかあ、でもモンハンとか緩やかすぎて、そう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 、なるほどね、なんか借りたいんだ、人人とか敵をめっちゃ怖い、戦いたい、戦いたい系なので、戦う方が楽しいね。すっごい笑顔で言ってる、戦いたいって1回目の撮影でコンタクトが乾いたって思って、こんな顔しちゃったので、こんな顔でアバターができたらどうしようってヒヤヒヤしてます。めっちゃこんなすごいんですよ、どこにも全部カメラがあって、なんかすごいなんかプリクラの進化版みたいな感じです。漏れてたらいいなあ、すごい、こんな感じなんだ。これでコナプレデューモデルで確定。全部顔変わんなかったですね、違う顔にすればよかったですね、反省。お疲れ様でした。楽しみ、ちょっと楽しみにしながらね待ちたいと思います。楽しかった。ただいまです。おかえり、帰ってきました。おかえりなさい。私もかしこまっちゃいました。撮り終わりました、3人とも終わりました。はい、今日こういう形で撮っていただいたんですけど、はい、実際にこれを使って自分のアバターを見るのと、ゲームを遊ぶってことをやってもらうんですけど、それは次回。あ、次回なんだ、はい、やりたがる。今日はここまでです。次回、楽しみに、はい、はい、遊ぶ気でいた、楽しみ、楽しみ、次回まで待てない、待てない、楽しみ、はい、今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価とコメント